息の練習をしたいなと思うんですけど、皆さん、ありますよね、タオル。ありますか？ありがとうございます。これでちょっと今、座っていただちょっとごめんなさい、座っていただいたんですけども、まあ、座っていただける方はいいと思います。座ってても大丈夫かな。ちょっと僕だけは見えないので、ちょっと立ちますけども、タオルを、こういう状態で持ってますかね。こういう状態。外側に。したら、後ろを通していただいて、後ろも同じような状態。もう一回ですね。こういう状態で、外側、親指で持ってる状態です。親指と人差し指の間、この水かきのとこでこう挟んでる状態。それを後ろに回していただいて、背中に。で、両方同じ手の形になります。わかりますかね？こういう状態です。そしたら、ここの手の先ありますね。一番長い中指。この中指を、みぞおちのあたりにこう、持っていくことが、皆さんタオル長さ足りてるかな？みぞおちのあたりに持っていっていただきます。大丈夫かな？石破さん大丈夫ですかね？はい。ありがとうございます。したらですね、よくこう、声楽というか、まあ、合唱をやられたご経験者の方もたくさんいると思うんですけども、息を吸うとき、もちろんお腹も膨らむんですけど、吸ったときに、膨らむんですけども、よく背中の方に息を入れてくださいって言われた方いらっしゃいませんか？そういうご経験者の方。はい。多分皆さん、どの先生も結構おっしゃると思うんですけど、なかなかその感覚っていうのはご自分でわからないかなと思うんですけど、これでちょっと実際にこうやってやっていただいて、みぞおちのあたりに置いていただいて、それで、息を吸う。下の方で息を吸う。背中に息を入れる意識でちょっとやってみてください。いきますね。はい、吸ってください。そしたら吐く。はい、吸ってください。はい、で吐きます。これをやって、皆さん、後ろに入ってる感覚って分かります？タオルが引っ張られる感覚がありますか、皆さん。それで、息を吸います。息を、一拍で息を吸って、それで、三拍伸ばします。それで一拍です。四拍子みたいなのですね。吸って、吐く、吐く、吐く、吸う、吐く、吐く、吐く、吸うっていうのをちょっとやりたいと思います。できますね。はい、じゃあ、まず皆さん吸ってください。いきます。三、吐く、一、吸う、吸う、はい、ありがとうございます。まあ、このぐらいなら皆さん、息は続きますよね。やっぱり、結構いろいろ歌をやってらっしゃって、こう、息が続かないんですけど、どうしたらいいですかとかいう、まあ、そういうご質問、聞いたりするんですけども、まあ、大体は体でまず、この際、いろんな、こう、まあ、背中とかですね、後ろでまず息が吸えてないというのと、まあ、あとは、息を最初にさーっと言って出してしまうんですね。一番歌い出しで。そうすると、だいたい息が足りなくなってしまうことがあるので、ちょっとさっきの体の感覚と、それと、まあ、息は一気に、はーっと出さないで、今、S でやってるので、まあ、息は細く出せると思うので、そういう感覚でちょっとやっていただきたいなと思います。で、ロングトーンを今からちょっとやってみたいと思うんですけれども、息漏れをしてしまって息がなかなか続かないという方いらっしゃるかもしれません。で、なかなかロングトーンで伸ばすというのはなかなかなテクニックがいることなんですけれども、息が続かないということは息がですね、口からたくさん出ていってしまっているということなんですね。できるだけ少ない息でブレずにと長く運んでいっていただきたいんです。で、これはちょっとイメージの問題なんですが、ここに
私はティッシュを持っているんですけれど、皆さんはあの用意されなくて大丈夫なんですが、あの息が漏れるっていうのは結局こうティッシュがはーとかふーとか、ティッシュが動くというのは息が大量に出てしまっている時なんですね。で、今からやるスはできるだけこの手でちょっとかざしていただいてもいいかもしれない。あまり息を出さずに省エネで長できるだけ長く続けていく。ちょっとわかるかな。今息を出してますが、ティッシュは動かないですよね。この状態であのできるといいかなと思います。では S で今から皆さんにやっていただきます。でちょっと手を使っていただきたいので、あ、ティッシュすいません、ありがとうございます。皆さん手を吐くときにゆっくりこう後ろから持ってきて、腕を最大限伸ばして遠くに運んでいくという超スローなイメージで、スで、息をスで吐きながらやっていただきます。その時にブレないで、スッ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 みたいな感じで、息がブレないで、できるだけ同じ細さのまま、できるだけ長く、息を吐いてみてください。それでは行きます。後ろに手をやって、息が流れているのをイメージしながら、息を吐きます。せーの。できるだけ手の動きも大きくゆっくりです。で手が前に行った時に遠くに息が運んでいくのを、息が運ばれていくのを見るような感じですね。はい、これちょっと初挑戦でなんとなく作ってみました。子音を大きく分けて2つあります。有声子音、これは、L、M、N、R など、声帯が振動して響いてる子音というのは分かりますかね。で、それに対して無声子音というのは、フとか、さっきやっていただいたスとか、プとか、クとか、音程がつけられない。どうやっても音程はつけられないです。有声子音は、うんとか、るとか、音が、つく、子音のことですね。ではですね、ちょっと外国語においてとてもその有声子音と無声子音が重要だと思うので、ちょっと皆様よくご存知の、言葉を使ってやってみたいと思います。ソーシャルディスタンス、皆様ご存知ですね、ソーシャルディスタンス。これは、独自の分け方をしてみました。こちら、ソーシャルディスタンスとなっています。で、赤い文字が、有声子音、青い文字が無声子音になっています。こちらをちょっと皆さんで勉強したいと思います。ソの時は S、 無声子音に息を流してソーと送っていく感じ、ソー、ちょっとその場で言ってみてください。ソーですね。で次、シャ、これは S のスという子音の時に比べてちょっと温かいイメージ、シュみたいな感じですね。口に空洞ができる感じ、シャシャソーシャみたいな感じです。次来ました、有声子音、これはよく使う、外国語でよく使う子音ですね。 L の発音、これはうううう、この口の上のところにベロを当てるような感じですね。これで音程がつきます。できるような感じ、舌を使って響きを感じてみてください。次、 This、 こ
これはですね、で、は無声シーンのように思うんですけれども、有声閉鎖音という、有声、これも有声シーンの仲間の一つです。で、ここでドゥッドゥッで喉で息を止めてしまいがちなんですけれども、This This という感じで次に息を送るような感じ、 This This ドゥッドゥッではなくて The The で言っていただけるといいです。で、次タン、また有声シーンが来ました。タン、うん、で次の S に向かう滞空時間を作る感じです。タンって後ろに引いてしまうのではなくて、タンスタンスという感じで一つちょっと弧を描くような感じでイメージしてみてください。次、最後はスでスで息を止めてしまうのではなくて、さっき遠くに見送ったようなイメージでタンススという感じでちょっと優雅に流していただくようなイメージです。